写真拡大。全2枚。昨季2勝に終わった西武、高橋光成投手21が27日、西武第二球場で自主トレを行った。このオフに日本投手最重量となる105キロに体重を増やしたことを明かし、開幕ローテーション入りを力強く宣言した。今までで一番重いです。ただ、体を大きくしただけではダメ。まだ脂肪があるので、いかに減らして野球に生かすかですね。どっしりとした体からブルペンで捕手を座らせて35球。25日までの約2週間、沖縄、石垣島で米大リーグ、マリナーズに移籍する菊池オス捕手投手27らと汗を流し、筋力アップのメニューで体重を昨季より7キロ増やした。同じく高卒で入団した菊池は当初、身長184センチ、82キロ。そこから100キロ超まで体を大きくし、飛躍につなげた。190センチの高橋光も押す星流で5年目のブレイクを狙う。昨週のキャンプで右肩に不調があった影響で春季キャンプは B 班2軍スタートとなるが、視察した小野投手コーチは2月20日に始まる2次キャンプでの A 班1軍合流を示唆した。試合の中でアピールして開幕ローテ入りを狙いたいと、高橋光。かつて西口文也現投手コーチがつけた背番号13を継承する右腕が、エース菊池の抜けた穴を埋める。花里優太。西武第二球場を視察し、高橋光の投球を見守った西武、小野投手コーチ、期待している選手なのは間違いない。最重量投手。球界の最重量投手とされるのは、元中日のアラウホと今季巨人から西武に移籍した両人ライラオレンデーで125キロ。日本投手では米大リーグ、ヤンキース、阪神などでプレーした伊良部秀樹個人と元阪神の吉岡浩二育成選手が108キロ。西武高橋光成が105キロで登録されれば、楽天新人の弓削隼人らの105キロに並んで今季の日本投手最重量となる。ちなみに野手では昨季まで楽天に在籍したアマダーの138キロが最重量とされ、今季はロッテに入団したバルガスの133キロ。